伊勢ヶ浜部屋は、日本相撲協会所属で、伊勢ヶ浜一門の相撲部屋である。前身の安治川部屋についても合わせて記述する。1929年から2007年1月まで、存在した同盟の相撲部屋については、伊勢ヶ浜部屋を参照。現役時代は、宮城の部屋に所属していた元関分け、道のく嵐は、1976年3月場所、限りで現役を引退し、 年寄り、三代安治川を襲名した。三代安治川は年寄り襲名後に宮城野部屋から、友綱部屋へ移籍した後、1979年4月に、独立して安治川部屋を創設した。1990年7月場所後に、春日山部屋が16代春日山の定年退職に、伴って閉鎖されたため、幕内、春日藤らを引き取り、春日藤は安治川部屋で、 初めての関取りになったものの、生え抜きの関取りを誕生させることはできないまま、1993年4月に3代、安治川は健康問題を理由に廃業した。3代、安治川の廃業に伴い、同郷出身で、現役時代は、大島部屋に所属していた第63代横綱、朝日富士が4代安治川を襲名して部屋を継承した。継承後に、先代からの弟子である、 道の区北海が重量に昇進した。1997年7月に、春日富士改め20代春日山が独立し、春日山部屋が再興された。2000年には4代、安治川の実機弟子の網西樹が関取に昇進。その後、麻生富士、天が後に続いて、関取になった。1929年に古代伊勢ヶ浜によって、 創設された伊勢ヶ浜部屋は2007年2月1日付で閉鎖となり、その名前が消滅していた。4代安治川は、同年11月30日に9代伊勢ヶ浜に、名跡変更したため、同時に部屋名称は安治川部屋から伊勢ヶ浜部屋へと解消された。なお、9、伊勢ヶ浜部屋は、9、伊勢ヶ浜一門を構成していたが、安治川部屋は、9、 辰波はじめ門からの派生であり、系統としては異なっている。2008年1月場所終了後に9代は、所属力士の内幕下以下の力士について仕込めへの案を全員外し解明すると発表し、同年3月場所より幕下以下の力士は1人を除いて、全員が解明した。呼び出し2人と、床山1人も同時に解明した。また、九代は幕、幕内、 重量経験者の力士についても、昇進など解明する条件に合えば解明すると明言し、同年、11月場所後に、天が大関に昇進すると、天の執行名について、安い馬では困るとして、春馬富士と解明した。その後、麻生富士は2011年1月場所限りで引退、網西木も2019年7月場所で現役を引退したため執名に、 安野作り騎士はいなくなり、現在は設備時に富士の作り騎士が多い。2012年9月場所後に春馬富士が第70代横綱に昇進し、部屋から初めての横綱が誕生した。2013年3月25日付で間柿部屋、2015年2月1日付で朝日山部屋を吸収し、この内間柿部屋から移籍してきた照ノ富士は2021年、 7月場所後に第73代横綱に昇進した。旭山部屋からは、2007年1月に閉鎖された旧、伊勢ヶ浜部屋に入門したり、岸らも移籍してきた。横綱関脇全島。ありがとうございます。